の予選とかでエクスペさんとは大差で負けてしまったんですけど、今回はまあ点を縮められたので、まあ、少なからず成長はあったのかなっていう実感しました。決勝まで上がったところはいいんですけど、1本目の最後でちょっと最後の5秒ぐらいで若干油断したところを急に点取られて逆転されてしまって、そこからずるずると負けてしまったので、そういったそのしっかり最後まで気を抜かないで頑張らなきゃいけないんだなってところを強く感じました。手に汗握る試合ばっかりで、でもなんかこう今まででなんか一番練習したなっていうのが正直あって、もう今日絶対負けられないっていう感じだったんで、本当に勝ててよくて、本当に今日はゆうやくんに行きたいって感じです。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ君たちも頑張ってくれ。まあみんなも頑張ったけど、まあ俺らがやっぱり強かったっていうのは証明できたっていうのは、まあ良かったんじゃないかなと思うんで、まあとりあえずみんな待ってるんで、今日の僕らのプレーをしっかり見て研究して、かかってこいよ。かかってこい。というわけで待ってるね。